さあ始まりました最強キャラ決定トーナメント、本日は準々決勝第3試合第4試合の様子をご覧いただきたいと思います。それではデュエルスタンバイ。さあ始まりました準々決勝第3試合、主人公対決、10代戦士 VS 表遊戯選手の試合をお届けしてまいります。憧れの遊戯さんと戦えるなんて超ワクワクするぜ。これは僕自身の戦い、デュエル、僕のターン、僕自身の戦いだっけ。10代選手が遊戯さんワクワクするぜって言ってるのに、これは僕自身の戦いと言ってます。こいつちょっと冷たくないですか。さあ手札はそこそこ良さそうですね。さあまず何から召喚していくのかというところに見ものですね。これエアーマンか、来いエレメンタルヒーロー、エアーマン。さあエアーマンを攻撃表示召喚、エアーマンの効果、エアーマンの効果発動。デッキからヒーローモンスター入ったよ、手札に加えることができる。さあここでソリッドマンを手札に加えていく、いいですね、10代してますね非常に。カードを伏せるぜ、カードをセット、バトル。さあバトルフェーズ、エアーマンで攻撃していく。マグネットウォーリアーモンスターの効果を発動していくことでしょうね。さあモンスター効果発動。さあエレクトロマグネットウォーリアーガンマーの効果、ガンマーの効果によってデッキからおそらくデルタが特殊召喚されていくといったところでしょうか。さあデルタの効果、モンスター効果発動。いいですね、今のところはまあそこそこいい動きはしているんですが、さあどうでしょうか。ターンエンドだ、行くね、僕のターン。さあデュエルを楽しもうぜ。磁石の戦士デッキちょっと難しいのはですね、デルタを残すか残さないかという問題があるんですよね。どうしてもモンスターを特殊召喚、デルタを墓地に送ってしまうとベルセリオンが出てきた時にコストになってしまうので、残しておいた方が基本的には良さそうな場面が多いんですが、ただマグネットフィールドがあると蘇生のコストというか、このカードを、まあ、磁石モンスターがいればね、墓地から磁石モンスターを蘇生できるっていう効果でございますんで、ちょっと難しいところではありますが、まあ、ドレインシードが2枚存在しているんで、まだこのターンでは勝負はつかないかなといったところですが、さあどうするか、まあ、マグネットベルセリオンが出てきてもおかしくない盤面ではあるかなといったところ、ただし墓地にコストがまあないかなというところはありますが、さあどうでしょうか。モンスターを攻撃表示で召喚、あーやばい、これはやばいか。ただし一応ベルセリオン出したところでまだ墓地にコストはなさそうです。あーよかったですね、10代選手なんとか行きました。さあ10代選手もたもたしてると負けますんで、ここはなんとか決めに行きたい。モンスターを攻撃表示で召喚。さあソリッドマンの効果、手札よりエレメンタルヒーローレベル4以下のモンスターを特殊召喚できる。見せてやるぜエレメンタルヒーローブレイズマン。さあブレイズマンも特殊召喚、ブレイズマンの効果を発動していく。ブレイズマンのモンスター効果発動、手札に融合をデッキから手札に加えていく。さあいいですね、融合何回もできそうですよ。ミラクルフュージョンもあります、手札はなかなか強そう。さあまずは何を出していくか、融合発動。さあ融合発動、さあここは慎重に選んでいきたいところですね。何を出していくか、まあ、普通であればサンライザーなんですが、ここはまあノバマスターでしょうか。アドレーションっていう手ももちろんありますね、確かに。あ、アドレーションを出していく、なるほど。いくぜモンスターを融合召喚。さあアドレーション、アドレーションを出して、ここはおそらくですね、まあ、ソリッドマンの効果をタイミングを逃さず使いたいということでしょう。これね、特殊召喚に成功した場合に効果発動するヒーローと結構ね、エアーマンタイミングを逃してしまうんですよ。エレメンタルヒーロー、エアーマン。さあエアーマン特殊召喚成功時効果、エアーマンの効果発動。エアーマン以外のヒーローの数だけ相手の魔法トラップカードを破壊できます。さあこれは非常に強い、フィールドおよびあのセットカードを破壊できそうです。さあ10代選手なかなかうまいフリング。さあここでセットカード1枚、セカード1枚と、まあ、マグネットフィールド、これ両方とも破壊していくと。さあいいですね、なかなかいいプリングですよ。さあここで最初に取ってないのでこれは発動することはできない、強化蘇生でしたねあのセットカードは。さあどうするんでしょうか、まだまだ動けそうですね、まだまだ動けそう。魔法カード融合発動。さあ融合の効果を発動していきます。さあここで出していくのは
伸ばました。なるほど、グレイズマンとエレメンタルヒーローエアーマンを融合し、エレメンタルヒーローノバマスターを融合召喚していきます。現れろエレメンタルヒーローノバマスター。さあもう一体並んで、手札にはミラクルフュージョンがある。これは魔法カードミラクルフュージョンを発動、それは墓地に眠るエレメンタルヒーローを融合させるカード。きたー、3体目の融合モンスターを特殊召喚していきます。これはどうするでしょうか。まず墓地を確認していく。何でも出せますが、さあここはエアーマンとブレイズマンをゲームから除外し、エレメンタルヒーローグレイドトルネードを融合召喚。現れろ渦巻くヒーロー、エレメンタルヒーローグレイドトルネード。きた、エレメンタルヒーローグレイドトルネードの効果、タウンバースト、相手のフィールドのモンスターの攻守を全部半分に、全てカロリーハーフにしていきます。さあ来た、いけモンスターで攻撃するぜ。さあまずはノバマスターで攻撃していく。ノバマスターのモンスター効果発動。さあノバマスターの効果によってエアーマンを手段に加えていく。モンスターで攻撃するぜ。スーパーステルモンスター効果発動。さあベータの効果によって変身し、答えてモンスターを特殊召喚、デルタを特殊召喚していく。さあデルタの効果によって墓地にマグネットウォーリアーを送っていくと。さあここで着々とベルセリオンの効果が溜まっていきました。大丈夫でしょうか。モンスターで攻撃するぜ。さあこれはなかなか厳しい盤面なんじゃないか。発動、答えてモンスターを特殊召喚。どんどん墓地にマグネットウォーリアーモンスターが溜まっていきました。これはなかなか厳しいですね。5枚のマグネットウォーリアーが存在している。これはちょっとまずそうな気がしますが、大丈夫でしょうか。ベルセリオンが着地されると厳しいぞ。そこばし落としだとか入ってやるとちょっと厳しいんじゃないか。10代大丈夫か。10代イデオ破壊竜ガンドラ、ガチでやばいこと来た。ガチでやばいことが起きました。これはやばい、やばいの来た。さあマグネットウォーリアーモンスターを2体をリリースし、アドバンス召喚、破壊竜ガンドラです。ガンドラの特殊能力デストロイキガレージ。いやーこれはやばい。自身以外の全てのカードを破壊しゲームから除外していきます。これはまずい。10代おーっと、墓地はエレクトロマグネットウォーリアーアルファベータガンマを除外し、マグネットウォーリアーマグネットベルセリオンを特殊召喚していきます。これはやばい。素晴らしい、さすがさすが遊戯選手。うるさいですね、中大選手うるさいですね。お腹減ってるんでしょうか。いやー素晴らしい、デストロイギガレイズ最強、いいデュエルでした。さあ準々決勝第4試合の模様をお届けしてまいります。第4試合はクロー・ホーガン選手 VS ダークシグナカーリー・ナギザ選手の試合。シグナーだろうとなかろうと関係ねえ、俺は絶対にてめえらを許さねえ。さあ始めましょう、シグナーとダークシグナーのデュエル。私のターンよ、チューナーモンスターフォーチュンレディファスティ。さあダークシグナーカーリーの内容の先行、あー手札は強いですね、素晴らしい。このパスティライティができなくて負けてるフォーチュンレディを何回も見てきましたけれども、さあしっかりとライティパスティはできている。フォーチュンレディライティの効果発動。さあフォーチュンレディライティの効果を発動していきます。現れよフォーチュンレディウォーテリー。さあ強欲な壺発動していきましたよ、これ大丈夫ですか。さあ2ドローが入っていきますね。これダークシグナカーリー渚選手、これかなり厳しいですね、この盤面を作られてしまうと。さああとはブラックフェザー使いクロー・ホーガン選手がこの盤面をワンキルできるかどうかといってたところに注目が集まっているといったところでしょうか。現れよフォーチュンレディエバリー。
さあフォーチュンレディエヴァリをしっかりとシンクロ召喚できた。さあカード2枚セット。私を楽しませなさい。俺のターン。さあクロー選手、あー手札は強いですね。手札は強い。黒い旋風。さあ黒い旋風の効果、さらに毒風のシムーンの効果発動。これは強力ムーブだ。ゲイルを除外してシムーン召喚でしょうかね。さあここで黒い旋風、ブラックフェザー、毒風のシムーン、2枚とも効果が発動されます。継続魔法黒い旋風、継続魔法黒い旋風。これは非常に強力、これは非常に強力。さあトップのおろしを手札に加えつつゲイルを手札に加えていく。さあ中ランモンスターが3枚、そしてザイアのクリスも召喚。ザイアのクリス。さあこれでまた黒い旋風の効果が2回発動される。おっと運命はもう消しているわ。カウンタートラップ発動、運命湾曲。さあ運命湾曲の効果、召喚に成功したモンスターをゲームから除外し、このエンドフェーズに手札にもう一度戻すという効果を持っています。さあこれでサーチはできなかったが、クロー大丈夫か。チューナーモンスター、ブラックフェザー、突風のおろし。さあ突風のおろしを特殊召喚。そしてここでフィールド上にはレベル6のモンスター、そしてレベル1のチューナーモンスターが存在しています。さあ何をシンクロ召喚していくんでしょうか。さあここでエグいモンスターをシンクロ召喚していく模様です。漆黒の翼翻し、雷鳴と共に走れ、電光の斬撃、シンクロ召喚。レベル6、毒風のシムーンにレベル1、トップのおろしをチューニング、シンクロ召喚。降り注げアサルトブラックフェザー、周囲の雷霧。さあエグいモンスターがシンクロ召喚されました。トップのおろしの効果も発動していきます。効果発動。フィールドのモンスターの表示形式を変更することができます。チューナーモンスターブラックフェザー、疾風のゲイル。さあさらに手札よりゲイルを特殊召喚。疾風のゲイルの効果発動。ゲイルの効果によって相手のフィールドのモンスターの攻撃力守備力を半分にしていく。チューナーモンスターブラックフェザー、疾風のゲイル。さあ2体目のゲイルも特殊召喚していく。ゲイルの効果発動。2体目のゲイルの効果も発動していく。さらに攻撃が半分。周囲の雷霧の効果発動。さあ雷霧の効果、フィールドの自身以外のブラックフェザーモンスターの数だけ相手のカードを選択し、そのカードを破壊することができます。破壊するんだったらなぜ下げたんだお前は、なぜ攻撃力を下げた。疾風のゲイルの攻撃、ブラックスクラッチ。さあこれはなんというエグい、なんというエグい効果を分ける。モンスターでダイレクトアタック。なんというなんという展開だ。鉄砲玉のクロー様はもうとっくに弾けてんだよ。弾けてるのは相手の方ではないのか。雷霧で攻撃。これはえぐい、なんという理不尽なワンキル。私はてめえらが関係ねえ子供たちまで巻き込むってんなら、俺は絶対にてめえらを許さねえ。エグすぎる高校ワンキルだ。